はい、どうも、チャージです。XBC83 です。というわけでね、前回のね、動画でもね、言ったんですがね、僕はね、風邪をひいてるわけですよ。まあ、それでね、毎回のようにこれも言ってんですが、まあね、僕は受験生っていうことなんですよ。まあ、それで、ね、風邪の中でやっぱ勉強するのはね、受験勉強でもテスト勉強でもやっぱきつい。それはね、まあ、受験生じゃない人たちにも当てはまることだと思います。そこで僕はね、考えました。アニメのね、ドラゴンボールに、センズっていうね、アニメのドラゴンボール知らない人がすると、なんだそれってなると思うんですが、まあ簡単に言うとね、全回復の、まあ回復アイテム的なね、まあ、そんな感じのものと考えていただければいいと思います。もうね、どんだけボロボロの体で、もうそれを食べることでね、フルパワーまで回復するっていうね、まあ豆ですよ、豆。その豆をね、今回は作っていこうと思います。はい、というわけでね、今回使用するものはね、もちろんちゃんと準備完了しております。塩茹で枝豆。なんで選ぶのかっていうと、まあね、なんとなくですよ。うわ、めっちゃ、うわ、めっちゃ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 だ。そして、ね、重要なセンズのやつはこれですよ、これ。準備しました。ガチのやつ。それでどうやって作るかっていうのがやっぱ重要なんですけど、今回のね、キーポイントとなる重要、最重要アイテム。はい、こちら。モンスターエナジーの、なんか参上、モンスター参上ですね。店頭に言ってる本物のモンスター、これも本物なんだけど、もっとなんかこうベーシックなモンスター、これなら見たことあるね。これじゃねえよ、ふざけるなってマジ。こちらこれもでかすぎて映りきらないけど、なんかこういうの見たことある人多いと思います。これがモンスターってですね。このでっかい、このでっかい、まあ、これと同じぐらいの力がこの小瓶に詰まってるっていうね、エナジーが凝縮されたモンスター参上です。だからこれをね、この中に入れて、これとこれをね、ケミカル X することによりね、センズができると思うんですよ。硬かった。だけどこんな感じで中身は超普通の枝豆ですね。だけどこの中にどんな感じなんか入れてみよう。なんか寂しいね。なんか寂しいからもうちょっと入れよう。よし、これぐらいだろ。これぐらい作ります。いや、僕もこれ飲んだことないですよ。センズの中にモンスターエナジーの30、うわー、入れすぎたー。はい、というわけでこんな感じになってますね。それを一つけて、明日学校から帰ってきて食べてね、回復するかどうか、本当にセンズになってるかどうかっていうのを試してみたいと思います。次の日までさようなら、グッバイ。はい、というわけでね、一日が経過しました。昨日の夜の9時10時ぐらいにセンズをつけました。それでね、一日が経ってで、まあ、10時45分です。はい。一応念のために冷蔵庫の中に入れておいたので。なんかやばい。なんかものすごい一周を払ってますが。こちらですね、早速中身の方を見ていこうと思います。モンスターエナジー参上のこのね、もう凝縮されたパワーが、この一個一個の豆に、もう吸収されてね、洗浄が出来上がっていると思います。はい、というわけで早速中身の方。あーぶー、あれ案外、なんか案外うまそう。案外普通に。いけそうだ。炭酸気はなくなってますね。あ、やくさ、くさ、やば、やべ、食べ物の匂いではない。うえ、うえ、匂いがやばい。普通に食べ物としてありそうな見た目ではあるよね。日本食としてありそうだけど、なんかこんな感じの。結構あるよ、これ結構。つけすぎたかな。うわ、匂いがやばいよ。はい、というわけでね。近い、臭い。本当に食べんの、俺。ちきって1個。いや、1個はちきりすぎだよ。でも、アニメ1個だし。アニメ食べてんの1個だし。いや、いいよ、わかったよ。じゃあ3個。うわー、無理。うわー、無理。あ、これは吐くかもしんない。というわけで、こんな感じですね。パッと見はまあ、普通の食べ物ですよね。というわけで、今日も一日お疲れ様でした。海洋系。はい、というわけで皆さん、センズはね、こうやって作るんです。日々に疲れてるあなた、作ってみてね。はい、というわけでこちらの動画が初めてだった方は、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。パソコンの方は下のチャンネル登録ボタンがあります。そちらからよろしくお願いします。で、こっちには過去動画貼っておきますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。サブチャンネル、ゲーム実況チャンネル、ツイッター、バインとかその他もろもろいろいろやってますので、そちらのチェックもしてくれたら非常に嬉しいです。こちらの動画面白かったら高評価もしくは拡散どっちでもいいんでしてくれたら、どっちもしてくれたらね、嬉しいけど、どっちかでもいいんでしてくれたら非常に嬉しいかなと思っている次第でございます。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。5年間ぐらいの間で食べ物の中で一番まずかった。